さあ今日も始まりましたポンステキのゆうとです、高井くんです。はい、ということで今回何持ってるんですか、あなた。お、なんですかそのやつ。棒なんですけど、はい、見たらわかります。これです、何に使うと思いますか。足つぼマッサージですか。正解。おお。今日は足つぼマッサージをして、はい、痛がってはいけない企画。何やそれって思ってますやん。違うんですよ。どう今回の本当の企画は小娘のほっぺを触ってみた。キュ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 、ブルブルハロー幼稚園ブンブン、ワニ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 、ピュ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 、わーわー、助けて助けて。皆さん気づきませんでした。今160何話か分かんないですけど、小娘のほっぺが柔らかいことに。そうなんですよ。皆さん気づいてませんでした。めちゃくちゃ柔らかいんです。そう、ちょっとみんなにお届けした、どんだけもちもちか、うん、そうそうそう。で、あわよくばオフ会に持ってきて、このほっぺを。みんなに分かってほしい。そうなんですよ。共有しないと。そう。ツイッターでリツイート。フォロバ。フォロバ。引用リツイート。あれ？どうした？なんで？なんで？はい、これこいで。おいで、こっち。はい、来て。どう。はい。いいや、はい。はい、こっちこっち。あんま嫌やないよ。こっち。まあ、脇に比べたらマシですよ。そう、脇に匂った動画もあるんですよ。あ、臭すぎた。うん、いい匂いだ。この人、俺はいい匂いだってだけかな。俺は、この人の味方。いい匂いだ、デコップス。あなたは？うん、臭かった。3、2、1、ドン！え？え？すげえ！おぉ。え？めっちゃ伸びるよ。え？やば。自分でもびっくり。やばない？ん？待って、嘘つけ。え、やばない？これえぐいじゃん。朝青龍みたいな。すげえ、うわ、すげえ。誰これ、キモッ、キモッ、もちもち。え、えぐいえぐい。これはうわ、それは普通か。タタン、それやばい。え、これすげえな。やばない、やばい。森さん中あの、何でしたっけ、ワンピースできる男、なんかほっぺ取れて、きびだんごになりますやん。そうこれみたい。顔も似てるしな。いいだ、こっちが痛くなってきた、なんか。何だよ、俺優しくやってるよな。ごめんなさい、俺優しくやってるやんな。なあ、ごめんなさい、俺優しくやってるやろ、うん、なあ。やりたい方だよ、お前ら。あれ、ふわふわ。案外にできてるもんな。え？え？すごくない？なんでその鼻の穴が開いてんの？私が撮ってるの不自然だと思いませんか？ご褒美企画をお持ちいたしました。おしっこ飲ませてみたい。ひょ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 ぴょ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 。お前しょんべんした。さっきトイレ行ってたよ。ガチ。え、ちょっと待って、気持ち悪いってこと。ゆでたっていっぱい叩かれへんじゃん。これほんまめっちゃやろ。うわ、きつ。言っていい。最後が一番驚いてた。こう。